グミチョコレートパインは、大月健二の半自伝的小説及び、それを原作とした漫画、映画。小説は、グミ編、チョコ編、パイン編の3部作になっており、カバー絵は、江口久によるものである。主人公健三は、グラビア雑誌片手に日々オナニーをしまくる、孤高のオナニスト。自分が通う高校の、凡庸な同級生たちとの差別化を図るため、ノイズバンド、自分ボックスに憧れ数少ない友人たちと、すげえハードなノイズバンド、キャプテンマンテルノーリターンを結成。一方、健三の憧れていた、同じクラスの山口美香子が自分と同じ、カルト映画好きであることが判明。そんなある日、健三は、美香子を思わぬところで目にすることになる。佐々木勝彦と、清水拓良による漫画版2000年から2005年までマガジングレートで連載されていた。単行本は全6巻。文庫版は全3巻。なお、作中で結成されるバンド名や登場する曲名は原作とは異なっている。ケラリーノ・サンドロビッチ監督、脚本による映画化。2007年12月22日公開。エンディングテーマ、少年ヤングは電気グルーヴによる書き下ろし。BGM 部分はゲイリー・アシアによる。音楽制作協力マニュアル・オブ・エラーズ・アーティスツ。上映時間127分。映画版主演の石田拓也は役作りのために 12kg 体重を増やして撮影に臨んだ。なお、この体重増量は監督からの指示だった。若手作家の中沢健がグミチョコレートパインにインスパイアを受けて書いた。童貞青春小説、初恋芸人に著者である大月自身も感銘を受けて本の帯に推薦文を書いた。ありがとうございます。